ねえ、どういうこと？うさぎちゃん、トマトジュース中になんかディアブロスでも入ってますよこれ。おいおい、これ届くやろ。なんでやねん、届くやろこれ、どう考えても。まさかこんなとこにないでしょ。あ、来た！頭が誰だこんなとこに置いてる。久々に今回は「娘の部屋」というホラーゲームをやりたいと思います。まあ、どういうゲームかっていうと、娘が引きこもりらしいんですよ。僕も引きこもり歴5年として改心させに行きます。引きこもりの気持ちは引きこもりしかわからないってことで、はい、頑張りましょう。リナが引きこもってもう長い。多分お父さん目線なんですよね、主人公は。なんでお父さんの声で今日こそしっかりと話をしよう。リナ出てこんかい。太陽浴びてこんかい。うわ、びっくりした。リナどこにいるんだね。メルヘンチックなお家。これ何？サーモンと鉄火巻き。さっき部屋の前に置いておいた夕食だ。ほうほうほう。いつも残さず食べてくれているが、どこへ行ったんだ。こんな美味しそうなものを残して出ていく子供がいますか。これは存在感のある宝箱が置いてある。人気ゲームのグッズ一式が入っていた箱だ。雑貨を入れるのにちょうどいい。あれ？ドラゴンクエストのミミックみたいな、そんな感じ。音に反応して動く人形だ。海外のおもちゃだが、日本でも一時期ブームになっていた。単調な繰り返しなのにずっと見てしまう魅力がある。音に反応してんの？うわー！うわー！反応しないですね。でっかめ。一番初めに買ってやったウサギの人形だ。買ってやった最低な父親だな、買ってやったって。何度かほつれてしまい、一緒に中身を入れ替えた。大きいだけあって、独特の弾力がある。へえ、俺の影変だな。アンドロイドみたいな。ぽっそ。なんかお父さんの体、不健康だね、これ。あ、写真だ。まだリナが小さい頃の写真だ。この頃は仲が良かったな。この頃は仲が良かった怪しくね？リナはいつもさやかに甘えていて、母さん大好きっ子だった。この頃はでしょ？今どんなことが家族に起きてんだ？とんでもないぞ、これ。開けれんの？なんもない。なんかいろいろ漁れるね。ちなみにこのゲーム、無料なんですよ。無料でできたから、最近ね、おもちゃの武器が入っている。この手の小物は押し入れに行きになるのは宿命か。捨てようとしてる？娘のおもちゃを。持ってきた手提げ袋だ。なんだろう。昼食情報誌とデザート用にオレンジとナイフが入っている。待って待って待って。デザート用にオレンジとナイフ？外に行ってオレンジをナイフで切る習慣があるの？おかしくね？隠れるならこの中か？怖っ。しかし鍵がかかっている。隠れるならこの中か？出てこいよみたいな、そういうこと？鍵穴は2つ。こんな物置にいるとは思えないが、この手の鍵は大抵どこかの引き出しの中だろう。探すか。どこ行ったりな。いつもみたいにお父さんと遊ぼうよ。ちょうどおあつらえ向きに小さなタンスがある。あ、しかし引けどもうんともすんともしない。見るからにもう古く、リナも使っていなさそうだ。違う場所を調べよう。なんもないんだ、これ。鍵なんてどこにあるんですかね。あって、パソコン何？これ気になるんだけど。勝手に PC を見るのは良くない。今のリナのことを考えると、なおさらだ。急にいいお父さんずらしてるんだけど。これは何？音楽がかけられている。家族で出かけるとき、よく車の中でかけていた曲だ。曲名はわからないが、ネットで見つけたんだろうか。こんな曲聴くの？普通邦楽じゃね？こんなさ、ノンボイスの BGM かけるか普通。キモっ！人形キモ。これはちょっと可愛いけど。昔のゲームキャラクター、サボテンナちゃん。主人公に求愛するも自身のトゲで阻まれるツンデレキャラだ。ちょっと遠くて手が届かない。届くやろこれ。お父さんどんだけ手短いのこれ。登って、はい。おい、おい、これ届くやろ。なんでやねん。届くやろこれ、どう考えても。え？マジ？あ、ここ引き出しじゃん。あっ、あんちゃん。これが物置の鍵じゃないか。どう見ても自転車の鍵だろこれ。物置行ってみるか。ここに娘いたらね、もう終わりなのかな。はい。あ、開いた。開いた。しかし鍵穴はもう1つ。鍵穴2つあんの？え、どんなドア？開けてくれないかリナ。あ、なんかある。おっと、元に戻さないと。何これ？人形？うわ、びっくりした。何？顔キモい。やだこれ。猿の人形。え、猿じゃない。宇宙人。どこか不気味で逆にそれが可愛いのか。元に戻しておこう。まあね。キモいと可愛いは紙一重だもんね。これ何？開けると後悔する。なんだ？これどういう意味だ？これは、なんだこのチープな効果音。リナからの挑戦状だな。秘密を解いてドアを開けてみろという振りだろう。推理ゲーム好きの父への洒落たプレゼントというわけか。その挑戦、受けて立つか。お父さん、頭、ハッピーセットみたいなお父さんなんだね、じゃあ。リナが小学生の時買ってあげた日記帳だ。日記帳。え、日記を見ますか？もうそれは見るでしょ。わっ、プライバシー！ 7 月4日、今日はお寿司を食べに行った。とても美味しかった。ガキか！ 8 月11日、おじいちゃん家でスイカを食べて、花火を見た。綺麗だった。綺麗だったの？よかったね。8月16日、自由研究でカマキリを取った。虫かごに入れて観察した。これカマキリじゃないね。どちらかというともう、草だね、草。8月20日、お母さんとプールに行った。また行きたいな。お母さん美人ですね。プールにスカート着ていくタイプか。10月25日、今日は私の誕生日。かわいいリボンをありがとう。かわいいね、顔。10月25日なんだ。へえ。これは大きなサイコロが置いてある。でっか！家族でよく一緒に遊んだ人生ゲームのものだ。人生ゲームは何度でも遊べる楽しさがある。はあ。これはゲームグッズのガイドブック。電動のおもちゃなので説明書もそれなりに分厚い。表紙を見る限りだと何かの絵本にも見える。はあ、PC2 台持ちだよ。配信者くらいじゃない？ PC2 台持ち。椅子ないのにどうやってパソコンいじってんの？あ、スマホあんじゃん。スマートフォン、アイドロイドだ。家にいると PC ばかりでスマホの必要性は減ってくる。もう使ってないなら解約するか。ひどっ！娘使ってないやろどうせっつって。解約すんの？え、マジでパパ終わってない？Amazon からは定期的に荷物が届いている。主に小説をたくさん買っているようだ。小説か本当に？エロ漫画じゃなくて？漫画でわかる今流行りのダイエット術。太ってるんだ娘。もう長い間見ていないが、リナはそんなに太ってはいない。長い間見てないの？いや、太っていなくても、ダイエットは気にするものか。ハッピーバースデー！本の中にメッセージカードがあった。お母さんへの誕生日プレゼントだ。え、かわいい。さやかは本好きだし、この本なら喜んだだろう。怪しい、これ、金庫。一番下だけの鍵がかかっている。このタンスは元はさやかのものだ。大切にしていただけあって、今でも見た目はとても綺麗に見える。さやかって誰？お母さんかな。リナはペンギンが好きだった。出かけるときいつも持ってきていたが、今はまだはあるだろうか。ペンギンが好きなんだ。ちょっと不気味な顔をまた見たくなってきた。ペンギンの不気味な顔？ここに宝箱の開け方が書いてそうだが、人形が邪魔だな。人形が邪魔ってことは、手に取って調べたいが、動きが激しすぎる。なんて弾力なんだ。くそ、これ取れねえ。邪魔なんだよってなるか、これ。あ、待って、音に反応するってことは、待って、これを、消すんだやっぱ。音楽を止めますか。はい。おお、これで止まってるから、これをどかせばスーパーマキオこれが箱の開け方か。斧プラス宝箱で開けれる。斧を鍵穴に刺して上から叩くと開くようだ。斧とかあったっけ？斧あった。待って、ここに入ってたから。なんでこれ、なんて書いてあるこれ。 7A4 なんだこれ。 7A4。帰れ。帰れwhy？ 言いたいことはとってもわかる。長い間顔を合わせず、今更会うのは恥ずかしいもんだ。お前勘違い主人公か、お父さん。しかし今日で終わりにしよう。負の連鎖はどこかで断ち切らなくてはならない。一旦お父さん込みですね、もう。もっちゃんの斧を手に入れた。これで宝箱は開くはずだ。これでバチーンって壊すのかな。宝箱開けますか。はい。そういう誰もが思いつかない開け方。斧の柄部分と差し込んでと。しかし何か大事なことを忘れてる気がする。大事なこと？これを買った時、リナと一緒に何かを入れたような。なんか大事なものを入れたのかな。忘れていた。これはびっくり箱だ。ピノキオみたいな叫び声だったな今。これが原因でさやかは怪我をした。捨てるほどじゃないとさやかに言われて、そのまま残したんだ。さやかお母さんなのかな。リナは泣きじゃくっていて苦い思い出だ。お、鍵ある。何これ。宝箱の中に入ってた的な。これが2つ目の鍵か。箱が開くと横のベルが倒れる。面白い仕掛けじゃないか。たまたまじゃないかな、このベルが倒れたのは。これで開くのかな。2つ目の鍵を解いた。おー、なんもない。まさに倉庫って感じ。娘の部屋に倉庫ついてるのいいね。片付けますか？はい。それは娘の部屋ですから。勝手に、お父さんが、片付けちゃおうかな。マジでやられたら最悪だけどね、お父さんに勝手に片付けられたら。かわいい。これもおもちゃかな？なんだろう。ピアノ、もう使ってないのかな？なんもなさそうだけどね。キャリーバッグ。あ、開くわ。リナいるんだろう。開けるぞー。まあ、まさかこんなところにいないでしょ。お？あったったー！頭が誰だこんなところに置いたやつ。なんも入ってない。空っぽかよ。リナどこにいるんだ？リナ出てこないとお父さんここで裸になって踊っちゃうぞ。これ調べれない。え、なにこれ？なんかある。気づくかこんなん。なんか挟まっている。なんも見えない。近くに懐中電気があったはずだ。懐中電灯じゃなくて、懐中電気。ん？ホラーっぽくなってきたじゃん！ワク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 ！あ、少しでも明るくなるように画面をつけようだって。ログイン。4桁の数字、誕生日でどうだ？自分の誕生日なわけねえだろ。ファザコンの可能性あるか、リナが。お父さん大好きだから、誕生日お父さんのやつをログインパスワードにしようみたいな、そんなわけないよね。リナの誕生日。どうやら違うようだ。え、違うの？じゃあ自分の誕生日ってことか、じゃあ。え？めっちゃファザコンってこと？リナ。ちょっと待って。え、お父さん誕生日だったらめちゃくちゃ嬉しいんだけど。そんなに俺のこと好きだったんか。違うんかい。え、待って、俺の顔が。やだー。昔の家族の写真だ。なんで俺の顔にそんな鼻血吹き出してんのねえ。トマトジュース。あ、え、なにこれ。え、ダメだよ、冷蔵庫じゃないよ、ここ。はなにこれ。確か誕生日のカードが。ハッピーバースデー。ハッピーのここ Y じゃなくて V なんだね。ハップブバースデー。お母さん誕生日おめでとう。いつも心配かけてごめんなさい。これからも元気でね。大好き。11月14日、リナより。11月14日もしかしてパスワードそれ？ここはまだ開かないか。選択肢が増えてるってわけではないかな。あー、来た。あ、さやかの誕生日。あ、お母さんの誕生日が11月14日だったんだ。あ、めっちゃお母さん好きなんだね。お父さんは？これツイッターじゃん。これは上から読むのかな。リナのツイッターか。最後の日付は結構前だな。食べ過ぎて眠い。最近ゲームが楽しすぎる。疲れてる時はこれが一番。寝ようと思ったらいつまでも寝れる。以前、徹夜後27時間寝た時ある。こぼ。お父さんとお母さんが喧嘩して、今日も怒鳴り合ってた。まあ、怖すぎ、笑った。ご飯中、お母さんがわしの前で皿を叩き、割ったでござる。すごい声で、草。部屋に逃げた。マジ無理なんですけど、どうしたらいいかわからないでござる。お母さんがいなくなってしもうた。ワロス。ん？これは最近の投稿だ。MOV ファイル？ MP4 がいいな。え？お母さんがいなくなっちゃったの？お父さんと喧嘩したから？え？車の画面。画質よ！何これ？ iPhone15 最新作？え、何これ？あ！何の声？え、トランクの中に何かいる？怖すぎる。え？は？何の動画撮ってんのこれ。車とスーツケースだ。なんでこんな動画が？本当だよ。スーツケースでお母さんが逃げてるところを動画で撮ってたみたいな。だから、なんか、ごめん。驚くシーンでしたね、今。おしゃべりに夢中になっちゃった。ちゃうねん。もう一回動画撮らせてや、今の。ごめん。リアクション撮るとこやった。ってことは、お母さんがお父さんとの喧嘩で夜逃げしちゃって、リナもショックで、困ってる。だから、わしも家出するでござるみたいな感じなのかな。あ、ってことは、でも待って、さっきのさ、スーツケースが怪しいってことになるよね。え、こん中にじゃあお母さんがいるってこと？そんなことあるかな。ん？なんか動いた。紐できつく縛られていて開かない。どこかに切るものがあるはずだ。紐ぐらいさ、ハサミでちぎったったら。あ、ハサミを探すのか、だから。ハサミね。ハサミなんかどっかあったっけ？あ、待って、娘のナイフ。きちゃー。こんなぶっといナイフ持ち歩いてんだね、普段。怖っ。紐を切った。え、なんか出てくんのかな、怖い。は白骨死体、ぬいぐるみと、なんだこれは。骨標本レベルに綺麗だけど。あ、え、待って、肉のさ、断片とかさ、置いてあったもんね、引き出しに。え、娘が解体したってこと、お母さんを。鍵だ、これで出れるかもしれない。え、人形はこれ気になる。これ娘が好きだったあれでしょ、ペンギンの人形でしょ。こいつも怖い顔。あ、この鍵がもしかしてさっきの引き出しの中じゃない、これじゃない、違う、開かない。くそ、エイムが。あれ、これじゃないのかな、あれ違う、え、鍵どっかあったっけ、あそこじゃなかったら。これも違うしな。あ、普通にドアの鍵はどう、じゃあ違うか、これ。さすがに違うか。よく考えてみるとわかるんだが、鍵穴なんてどこにもないじゃないか。なぜ鍵が必要だなんて思っていたんだ。確かに普通に開ければいいじゃん。開いた。まあそらそうか。鍵ないなら。なんだ、立て付けが悪かっただけか。なんや。このガチャガチャして、こう、ガチャ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 ちょっと開くやないか、これ普通に考えたもんな。なんやこの、自分の家なのになんで分からへんねんっつってな、これ。え、動けないんだけど。は、なにこれ。ええええ、待って待って、動かない。え、動かない。え、全然動かない。え、これさ、バグだ。バグだこれ。違うから、バグじゃなかったわ。リーダーの部屋から逃げた後、警察に駆け込んだ。そして全てを警察に話した。2年前、車の中でさやかと喧嘩した時、もみ合いになり、さやかが頭を打って動かなくなった。あ、じゃああれさやかってこと、最後襲ってきたの。さやかの怨念が部屋に怨念。怖くなってその時はそのまま逃げた。でもすぐに気になって戻った時、車の中にさやかはいなかった。さやかがいなくなったことを話すと、リナは部屋に引きこもった。それからリナとは会っていない。そりゃそうや、引きこもるわ、親いなくなったらさ。娘の代わりに引きこもっていたのは、誰だったの。あ、分かった。さやかがお化けになって娘の代わりに引きこもってたんだ。ここまで遊んでくれてありがとう。ノーマルエンド。あ、違うエンドもあるんだ。2周目から遊ぶ。でも時間あるしやるか。そらそうよな、引きこもるようなトラウマがあったら引きこもっちゃうよね。もう俺は普通に働きたくなくて引きこもってるんだけど、今日こそしっかりと話をしよう。リナ、話をしよう。あ、一緒だな。ん？え？鍵がある、最初から。鍵だ。何の鍵だったかな？え？どこの鍵？あ、待って待って。これで開くんじゃない？ここが。ほら。一番下だけ鍵がかかっている。このタンスは元はさやかのものだ。さっきの赤い鍵で開くんじゃないか。開いてくれー。開いた。来た。これは？これは何？さやかの手帳だ。デスノートじゃないの？リナが生まれた時によく何か書いていた。大切なリナ、生まれてきてくれてありがとう。リナの笑顔を見て幸せを感じた。リナにはいつまでも幸せになってほしい。リナは私の宝物。めっちゃいいこと言うじゃん。もう大切なものには届かない。何があったの、この一瞬で。幸せにはなれる。幸せにはなれる。え、妙な歌だな。はは、届かない、届かないといえばここの人形に手が届かないみたいな。え、斧持ってんじゃんこれ。昔のゲームキャラクターサボテンナちゃんだ。ちょっと遠くに手が届かない。え、届くやろこれ。ねえ、お前の手はミジンコか？バールとか使えないのかな、このバールみたいなやつ。え、取れるじゃん、バールだ。手が届かない場所にも届くかもしれない。あれを使ってこうやってなんか取るんじゃないの。ほい、よし、このバールで届きそう。逆に取りにくいだろこの距離。取れた。おもちゃの斧を手に入れた。普通に宝箱開けるとこでいいのかな。じゃあ開けてみる。斧の使い道これぐらいしかないしね。開けていいのかな。1周目と同じエンドになりそう。いや、まさかな。でも2周目遊べるってことはいろんなエンド用意してると思うんだよね。斧の柄部分を差し込んでと。ダメだ、また笑ってしまう。また笑ってしまう。中からおもちゃが出てきたら大げさにひっくり返ってみようか。ドワー、びっくりしたーとか言って、あはははは。リアクションミスったー。リアクションミスったーなんか今日タイミング合わないびっくりするところとタイミング合わない。ちょっと待ってちゃうねんちゃうねんちゃうねん。ホラギのリアクションちゃうんよ、それは。あれなんかでもテレビの位置とか変わってない？あ、ま、段ボール片付けるんだっけこれ。段ボールをまず片付けて、床が抜ける前に捨てておこう。あれ登るのこれ。懐中電灯取るとか？え、違うよね。何これ？奥に換気口が見える。換気口？曲がってるので一度外して付け直すか。こんな奥に。さっきのバールでちょうど解きそうだ。なんで？今更？どういうこと？中から紙切れが出てきた。え？パスワード1、マキオプラスパスワード2、2のヒント、人生の運命の日。運命。忘れた時用にリアナが残したんだろうか。パスワード2を探せってどういうこと？ねえ、どういうことうさぎちゃん。トマトジュース。中になんかディアブロスでも入ってます？人生の日でしょ。アルバムを読み返すわけではないんだね。これは？サイコロは関係ないでしょ。人生の運命の目。これのことだろ。なんてやねん！人生ゲームってか？そういうこと？あった、これが2つ目のパスワードか。パスワード2、881088。覚えなきゃ。パパテンパパ！パパテンパパって覚えよう。パパテンパパ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 パパ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 パスワードをどこに入れる？あ、スマホ？スマホじゃない？パスワードはこのスマホ用じゃないか？マキオプラスパパテンパパだ。覚えなくてよかったんかい。おお、よし、ログイン成功。もう最低だねこの父親。娘のパスワード勝手に調べてさ勝手にさ覗いてさ、ゲームやらツイッターやらいろいろ入っているが、これはリナのブログだろうか。私は今引きこもっている。お父さんは毎日ご飯を作って部屋の前に置いてくれる。でもいつまでもこのままではいられない。気持ちを感情を整理するために文章に記す。お母さんがいなくなった。もう最近は毎日のように喧嘩をしていて、時々いなくなることがあったけど、今度はもうずっと帰ってこない。いつからか仲が悪くなったんだろう。子供の時は2人ともとても笑顔だった。お父さんはお酒を飲むと人が変わる。親戚の人と大声を出してあまりに近寄りたくなかった。酔っ払った親戚の人が私に危害を加えようとしても、なぜか周りの人は止めなかった。なんで？お母さんも怖かったのかもしれない。DV 親父だったんだ。子供の頃、おもちゃのびっくり箱でお父さんに言われて、お母さんを驚かした時、初めは面白かったけど、お母さんが怪我をしてとんでもないことをしてしまったと後悔した。でもお父さんはいつまでも笑っていた。不気味な声で怖。当時はよく意味が分かんなかったけれど、夜中に会社のボーナスか何かで喧嘩していた。会社のボーナス100万円あったとか隠していたとか、お母さんが怒鳴っていた。へそくりで問題があったんだね。なるほどね。お父さんとお母さんが仲が悪いというのはどの家でもそうなんだろうと思っていた。子供にとって家で起きたことが全てだからだ。知らなかったんだね、こういう家庭が普通じゃないって。お父さんとお母さんの仲が悪くなったのはお金が原因なんだろうか。当時日本の景気が一気に悪くなったことがあったらしい。思い返すと家族がバラバラになった友達がいた。父親が借金を抱えて逃げ出してしまったそうだ。私の家も多分そういう状況だったのかもしれない。今は毎日が怖い。あの不気味な笑いが時々聞こえてくる。最後に大切なフォルダー、パスワードと書かれている。パスワードは家族。このスマートフォンのものではなさそうだ。へえ、娘はちゃんとした家族になりたかったけど、すごい暴力が日常茶飯事で行われてたから、かわいそうに引きこもっちゃったんだ。あ、で、パスワードをどっかに入れるんだろうね。フォルダーかな？パスワードは家族と。え？これは懐かしいな、これ。これね、昔ね、一緒にピクニック行こうって言ったら、不審者に撮られた時の画像です。で、これが七五三を一緒に撮ろうって言ったら、カメラマンの人に俺のことを切り取られようとした時の画像で、これがね、初めてこのテレビ買った時に、みんなで一緒に見ようって思ったら、この監視カメラを不審者につけられてて、撮られたやつです。で、これが一緒に人生ゲーム一緒に遊ぼうって思ったら、知らない人に撮られた時の画像です。で、これが初めて PSO を買った時に、俺がずっと楽しそうに遊んでて、娘に一回も主導権渡さなかったら娘泣きじゃくってみんなで笑ってた時の画像です。でこれがよくわかんないですね。何の画像だろうこれ。家族の写真だ。はい、一番最後絶対違うよね。3人揃ってる写真はあまりない。3人揃ってる写真しかないけど。これらはみんな親戚にとって、あ、親戚かい！不審者かと思ったわ。ん？なになになに？え？なんだこれ、撮った覚えないぞ、みたいな。テキストメッセージだ。文字はもう書けないけれど、打てる大切な思い出を、リナは残しておいてくれた。今でも忘れないでいられる。あの時、あの人はスーツケースを持って戻ってきた。私は逃げた。可愛いリナ、一緒に暮らすため連れてきてあげた。あの人に持っていかれる前に。待って、文字が書けないってことは、さっきのさ、骨ってさ、腕なかったよね。腕切り落とされて、この部屋に監禁されてたってことで、文字打てないから、顎とかベロとか使ってキーボード打ったってことじゃない？怖っ！スーツケースを確認しよう。待って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 。やってんな、この主人公。スーツケースどこにあるんだろう？ちょっと待ってね。確か、上にあったから、これ登っていくのかな？何でも運べるスーツケースだ。開ける？開けるの怖っ。待って待って待って。さっきはさ、骨入ってたけどさ、今回、なんだこれ。まだ肉が生温かい。リナはもういないようだ。なんでこれリナの骨だったのやっぱり。じゃああのお化けがお母さんだったんだ。娘の部屋、とっても恐ろしい DV パパのお話でしたと思ったら俺かーい。俺がお化けやったんかい。待って待って待って、そういうこと？ここお化けが徘徊してる部屋だったの？死ねって書いてる。死ね、あ、幸せって書いてある。漢字間違ってるけどね。義務教育の敗北。リナー、そんな子に育てた覚えはありません。もう一度遊んでくれてありがとう。トゥルーエンド。どこがトゥルーエンドやねん。待って待って待って。まだ続きあるぞみんな。はてなはてなはてなから遊ぶ。これ本当に無料でいいの？どっからこれ。リナ、話を。話を。俺はもう、人格が。いや違う。何をするんだったっけ？そうだ、スーツケースが開かないから切るものを探していたんだ。でも今俺化け物だもんね、今。リナ、どこにいるんだみたいな感じだもんね。うわー、トマトジュース。何回やんねん、これ。紐を切った。あれ、さっきと同じエンドになりそうだけど。あ、鍵がある。さっきなかったもんね。ぬいぐるみと、なんだこれは。鍵って言ったら開けるところが、ここか？ここじゃなかったらここ開かないもんね。あ、じゃあここしかなくね？なんか変わってんのかな？さやかのタンス、鍵はこれ用だ。家族に何かがあった時に、これを開けてほしいとさやかは言っていた。何か残しているのか？さやかの手帳だ。リナが生まれた時によく何か書いていた。大切なリナ、生まれてきてくれてありがとう。リナの笑顔を見て幸せを感じた。リナにはいつまでも幸せになってほしい。リナは私の私物。ごめん、宝物。もう大切なものには届かない。さっきと一緒だね、でも。何が変わってんのかな？幸せにはなれる。幸せ。いやー、幸せはもうないんだよな。詩のようだが、ちょっとよくわからないな。何を伝えたいのか。あと途中から字が乱れてないか。まあでも。は？どういうこと？びっくり、やだ、なにこれ、イエーイ、ドッキリ大成功。リナ？まんまと引っかかったね。なにこれ、びっくり。ドッキリって、そうなのか？あははは、すごい顔してるよ、お父さん。お前、引きこもりじゃねえだろ。引きこもりがさ、高慢な感じに育つかい。飯はちゃんと食ったのか、でも。もうずっと笑いをこらえるのが大変だったんだから。いや、でもどこにいたんだ？ずっと探してたんだぞ、ほんとだよ。推理ゲームが好きなのに、爪が甘いよ。ずっといたじゃない。ぬいぐるみの中に。ぬいぐるみの中？お前、トマトジュースマジ飲んでたの？怪しいとは思ってたんだよ。でも盲点だった。ありえないを作るのがトリックの基本だね。でね、なんでドッキリしたかわかる？えまだ鈴木が？それはお互いずっと顔を合わせていなかったから、そのきっかけを考えてくれたんじゃないのか。お父さんさすがだね、家族のことよくわかってる。でも今回はね、それだけじゃないんだ。一体どういう？実はね、お母さんが帰ってきました。わー、お母さん帰ってきたんだ。今回のドッキリはお母さんと考えたんだよ。覚えてる？ドッキリと言ったらあの宝箱の、そう覚えてるお父さん。あの時お母さん驚いて怪我しちゃって、でもそれが負い目になるのはちょっとね、なんか私的にもなんかしこりが残るっていうかさ、今回のドッキリでチャラにしようと考えてくれたんだ。またこれで家族一緒に仲良くなれますようにっつってね。そうだったのか、まさかのお返しかよ。でもさやかはどこにいるんだ？慌てない慌てない、部屋の外で待ってるよ。お母さんも会いにくいだろうから、まああんなことがあったからお父さんから言ってあげて。まあそこまでお前が言うなら、まだ頭の整理がつかない。まああの時俺があんなことしなかったら、ごめんさやか、またいつもみたいに俺に愛してると言ってくれ。さやか好きだー。